ワイオミングの戦いは、アメリカ独立戦争の1778年7月3日、ペンシルベニアのワイオミングバレーで起きた愛国者軍と、ロイヤリストと、色恋族連携部隊との戦闘である。300人を超える愛国者が殺された。戦闘後、色恋族襲撃者たちが逃げる愛国者を追い回して、殺し、降伏した者30ないし40名に対しては、儀式的な拷問を加えて、 死ぬまで苦しめたという噂を開拓者たちが広めた。1777年、イギリス軍将軍、ジョン・バーゴインが、ハドソン川流域の支配をめぐって、作戦を展開した。バーゴインはこの年10月に、サラトガの戦い後に降伏を強いられた。この知らせを聞いたフランスは、アメリカと同盟を結んで戦争に参戦した。以前のフレンチ・インディアン戦争でフランスは、 ヌーベルフランスを失っており、イギリス軍はフランスがそこを取り返しに来るのではないかと心配し、ケベック植民地では防衛的姿勢で臨むことにした。実際には、ふつまい同盟条約でそのような作戦を行うことを具体的に禁じていた。イギリス軍に徴兵されたロイヤリストと同盟インディアンは13植民地の北部と西部境界付近でフロンティア戦争を続けた。 ロイヤリストのジョン・バトラー大佐はそのためにロイヤリストの一個連隊を立ち上げた。一方、セネ家族の州長、サエン・クラータとコーン・プランターは主にセネ家族の戦士を集め、ジョセフ・ブラントは主にもホーク族の戦士を集めて、フロンティアの開拓者に対するゲリラ戦に備えた。1778年4月までにセネ家族はアリゲーニー側や、 サスケ花川沿いの集落を襲撃してきており、ブラント隊は5月にコーブルスキルを襲撃した。6月初めにはバドラー隊を含むそれらの集団がタヨガのインディアン集落で合流した。バドラーとセネ家族はワイオミングバレーを攻撃し、ブラントともホーク族はさらに北の集落に向かうこととした。アメリカ側のジョージ・ワシントンやラファイエットなど軍事指導者たちもケベックにいる。 イギリス軍をそこに止めておくための牽制として、色濃い族を徴兵しようとしていた。しかし、その試みもあまり成功にはつながらなかった。色濃い連邦を構成する六部族の中で、オネーダ族とタスカローラ族のみが、アメリカ側の同盟部族になった。イギリス軍は6月30日にワイオミングバレーに到着した。その前の28日には防御のない粉引き場で、 働いていた三人を殺すことで、イギリス軍が近づいていることを開拓者に警告していた。翌日、バトラー大佐は、ウィンタームートの砦にいる民兵に降伏を説得する死者を送った。降伏条件が合意され、砦を武器や物資ごと降伏した後に、砦の守備兵は、この戦争中に二度と武器を持って立ち向かわないという条件で釈放されることになった。7月3日、 フォーティトリデの外に多数の守備兵が集まるのをイギリス兵が目撃した。ウィリアム・コールドウェルはジェンキンスの砦を破壊しており、アメリカ兵が1マイルも離れていない時にバトラーが待ち伏せを仕掛け、ウィンタームートの砦に火をかけるよう指示した。アメリカ兵はこれが退却だと考えており、急速に前進した。バトラーはセネカ族戦士に 敵に見られないよう地面に伏せろと指示した。アメリカ兵がイギリス兵から100ヤードがバトラー大佐に降伏する代わりに逃亡する道を選び、戦闘後に死の影と呼ばれる沼地で死んだとされていることで説明できる可能性がある。戦闘参加。ありがとうございます。